皆さんこんばんは。今日は私は一人旅に出ております。ただいまこちらは、養老サービスエリアに来ております。ただいまの時刻は10時30分ですね。自宅を出てここまでやってくるのに2時間もかかってしまいました。というのも結構このように風が強くてですね、あまりスピード出せなかったんですよね。それでゆっくりゆっくりやってまいりました。もう食事も終わり、お風呂にも入って歯も磨いてきたので、今日はもうここでトイレだけさせてもらって、もうそのまま寝たいと思います。そして明日の朝早く起きたいと思います。ベッドメイキングをしたいと思います。でも本当に外はすごい風で車体が揺れてます。初めての一人車中泊だというのにちょっと怖いです。よいしょ、トン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 。はい、今日は一人なので、台風並みですよ、この風は。何ですか、これは。はい、こんな感じでベッドメイキングできましたので、着替えて眠ります。はい、もう10時43分なので、寝ます。はい、明日は6時半ぐらいに起きて、7時半に出発して、10時までには着くと思います。今回は JP スターさんまでまた行きますので、一人で行くのは初めてなんですが、なんとかたどり着きたいと思います。頑張るぞ。はい、おはようございます。ただいまの時刻は6時22分です。昨日は風が本当に強くてすごく揺れました、車が。それと、トラックのエンジン音と揺れで、これは寝れないかと思いましたが、結構よく寝ました。では今から準備をして出発したいと思います。はい、外の様子はこんな感じです。できました。はい、では今からお化粧して出発します。はい、おはようございます。今から、JP スターさんに向かって出発したいと思います。今日はね、初めて一人で行くので、ここから先迷わないかとっても心配です。主人やしっかり者の長女がそこを右に曲がれ左に曲がれとか連れてってくれてるので、全然覚えてないんですよね。今日は初めて一人で行くので、無事たどり着けるか頑張ってみたいと思います。 JP スターさんに車を預けまして、私はこちらのイオンモールにやってきました。はい、イオンは福井にはありません。福井にイオンがないって言われると驚かれるんですが、47都道府県の中でイオンがないのは福井ぐらいですかね。はい、ではイオンにお買い物に行ってきたいと思います。もうすぐお昼なんですが、今16時間ダイエットをしておりまして、昨日の夜7時半ぐらいから何も食べてません。なのでお昼ご飯を買って食べたいと思います。一人でイオンモールの中に入ってご飯を食べる勇気がございません。なのでお弁当を買ってきて車の中で食べたいと思います。イオンで買い物をしてきました。結局は食料品ばっかり買ってきました。疲
カルディのコーヒーとか紅茶とかお菓子とか、これめっちゃ美味しそうとか、そしてこちらのお弁当を買ってきましたのでいただきたいと思います。今日 JP スターさんに伺ったのはエアコンの調子がちょっと悪いのでエアコンを見てもらうのと、ソーラーパネルのつけてあるところがちょっと少し浮いてる感じがするのでそちらを直してもらうのと、ブレーキランプ、ブレーキランプがちょっと切れているのでそちらを見てもらいます。今日はアリさんがいないので一人寂しくこのようなお弁当を食べておりますが、福岡に行く予定を2人で行っております。私がフェリーで門司港まで行ってそこから福岡に上がります。そして福岡でアリサと楽しんだ後、またそちらの門司港から大阪までフェリーでアリサと帰ってこようと思っています。でアリサを連れて福井まで帰りたいと思います。なんか今ね新しい船を予約してくれてるんですけれども、そちらがなんかキャンペーン中だとかで6月までお安いらしいです。そちらすごく格安になっているのでそちらを予約してゴールデンウィーク明けに福岡まで行ってフェリーに乗って福岡まで行きたいと思います。楽しみ。そのためにもねちゃんとハッピーワンを今日はちゃんときちんと整備してもらって福岡まで行きたいと思います。はい、美味しそうです。じゃあ今からいただきます。一人車中泊して愛知県まで一人でやってこれる女なんですけど、一人でラーメンとか食べれない女です。寂しいんで、でも一人のこういう旅も楽しいです。今度は福岡に一人旅、とっても楽しみです。ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。